こんにちは、美容師のマツケンです。さあ、本日もやっていきましょう。本日の美容はこちら、超ロングヘアスタイルから、こんなベリーショートにやっていくという大胆なカットになっております。よろしくお願いいたします。はい、ビフォーアフター比べるとこんな感じ。かなりバッサリですね。史上初の超ロングからのベリーショートスタイルに挑戦します。それでは、やっていこう。はい、まずは、今回、この長い髪の毛ですね。ヘアドネーションを、されたいということですので、まずヘアドネーションのためにこういうふうに結んでいきます。ヘアドネーションというのは、こういうね、人間の髪の毛を使ってウィッグを使ってですね、病気とかでウィッグが必要な人に対して、髪の毛が長い人が、人毛を寄付するというそういう、試みになっておりまして、伸ばした人がね、バッサリ切るときはこのように、ゴムで結んで、切って、こう団体にですね、送ると、それを活用してくれて、ウィッグを作っていただいて、その、ウィッグが必要とされている人のところに届くというような、ことになっております。はい、こんな感じでね、バッサリと切っていきました。はい、はい、それではこれで一旦シャンプーしていきます。はい、シャンプーが終わってカットしていきましょう。はい、まずはトップ、ここでね、バッチリと長さを決めていきます。もう完全にベリーショートにしていいということでしたので、はい、もう躊躇なくね、切っていきます。しっかりレイヤーを入れて、頭の形をしっかり意識しながらね、はい、形に合わせてこの角度、カットラインの角度も決めていっております。基本的に頭が出てるところをしっかり短く切るイメージですので、頭が形が出ているところは、短くで、トップのところも動きを見ながらどれぐらいの長さにするかっていうのはこうイメージしてね、切っていっております。ほぼほぼ全体の髪の長さっていうのはこのトップを切った時に今決まってる状態なので、かなり重要な工程になりますね。後で調整しようと思っても、最初のトップの長さを長くしすぎちゃったりすると全部を切り直さなきゃいけなくなるので、慎重に慎重にそこはね、よく見ながら切っていくことが大事になっています。逆にこういう前髪のところはちょっと長めに切ってね、乾かすと毛が動いたりして短くなるので、ちょっと長さを取って、こういうふうに落ちたところで調節しながら切っていきます。はい、バックも頭の丸みを合わせてね、どれぐらい切るのかっていうのを考えていきますね。絶壁の人はちょっと長さを残して、スタイリングするときにふんわりさせれるようにしたりだとか、逆に頭の形がいい人に長く残しすぎちゃったりすると、もたついて襟足のところが重くなっちゃうので、その辺もね、しっかりこう毛が浮きやすいところ、こっちの左側とかは毛が浮きやすいので、切りすぎなかったりとか、そこもしっかりこう見ていかないと、ロングの時には見えない毛の流れだったりとか立ち上がりとかがベリーショートになるともろに出てきますので、そういった毛根の方のね、各々の個性をしっかり分かった上で切っていくことが大事です。この襟足のところもロングの時は分からないんですけど、浮いたりとか立ち上がったりとか、跳ねやすかったりとかで、深く生えていたりとか、いろんな状況が短くなることによってこう鮮明に出てくるので、やっぱベリーショートを切るときっていうのは、その根元の方の癖をしっかり分かった上で切っていくと、これを、まあ後から調節しようだったり、すいて、ちょっとずつごまかそうというようなやり方だと持ちも悪いですし、時間もかかるというのはあります。はい、後ろからね、こう切っていっております。頭の丸みのところをしっかり出しつつ、襟足の長さどれぐらい残すのか、はい、この辺ですね。で、ここも中途半端に残さず、しっかり頭が小さくなるようにグラデーションで切っていきます。今日はもうオーソドックスなベリーショートって感じなんですけれども、やはり女性なので、襟足のね、ちょっと甘さが残せるぐらいの、長さを残していっております。はい、で、一気にね、もう耳のところまで来ました。はい、ここももう耳はがっつり見せるので切っていきますね。はい、だいたい耳半分ぐらいはしっかり見えていて、このもみあげの長さのところを前髪とつなげるので、そこを、イメージして切っていきます。はい、手もね、下げたりしない、しっかりリフトアップしてオンベースで切ることによってすっきりした印象がね、出せます。で、ここで前髪、フロント周りからさっき切ったもみあげのところにつなげていきます。前に引き出して切ります。ここはでも、ちょっとこう切った後に浮いたりしやすいところなので、気をつけていきましょう。はい、そして今切ったところに合わせて引っ張って切っていきますね。全部揃えて。
はい、ちょっと回り込んでね、こう下がしっかりグラデーションで入り込むような形。はい、ここでクイッと入って、そうですね。これによって前から見たとき立体的になっていきます。頭出ているところをしっかり引っ張って、はい、切り残しのチェックをしつつ、はい、このようにもうベースをしっかり決めて切るっていうことが、カットが早くなるコツでもありますし、迷ってしまうといけませんので、もう切る前にはこういうふうな、完成形のイメージを持つっていうのがすごい大事になってきます。この襟足も、まあ、ちょっと甘く残したいよっていう意識がやっぱり切ってる最中に出てきますので、この辺ですね。はい、あとはまあ癖ですね。先ほど言った通り、左と右が同じ癖ではないので、しっかり見つつ毛がどういう方向に行きたがってるのかを把握して、で短く切ったらその毛がどっちに行くのか、それもちゃんと予測しながら切っていくことが大切になります。はい、耳裏しっかり詰めてキュッとした印象をここで出す。これをブラントカット、濡れてる時のこのカットで形を作ってあげる。これを後から乾かして空いてこれを作ろうと思うのは、まあ、正直、ワックスつけてできなくはないんですけども、何もスタイリングしない人だったり時間がない人にはちょっと、形が、ね、決まりづらい。やっぱりこのブラントでしっかり形を作ってあげるっていうのは基礎をしっかり作ってあげるっていうことですので、あまりお手入れを、朝たくさんの時間を取れない人にとっては、ここをしっかり切ってあげるっていうのはすごい、朝の時短だったりとか髪のやりやすさにつながると思います。逆に髪の毛めちゃくちゃなんか巻いたりとか、ワックスもいっぱいつけてスプレーもいっぱいしたいみたいな、自分で何でもかんでも、調節して毎日やりたいみたいな人は、まあ、ある程度切っていっぱいすいてねあげた方が逆にいいのかもしれないですけども、僕の場合はやっぱり持ちと、あとはこう楽さ、すごいそれも大事になってくると思うので、やっぱりショートにしたからといって、まあ、みんながみんなそのスタイリングを楽しみたいから切ってるわけではなく、楽にかっこよく可愛くなりたいっていうのもあると思うんですよね。そこを任されている美容師としては、やっぱりこう再現性が高いところを追求していきたいなっていうのは毎回思っております。はい、こんな感じでね、まあ、こういう髪型を見て短すぎるって思う人いっぱいいると思うんですけども、まあ、短すぎると思われるようには、やっぱ、きっちり切っちゃダメなんで、これはもうご要望があった上で、カウンセリングでしっかり話して、これぐらいの長さにしましょうっていうところの、やっぱ信頼関係をね、築いた上でやるので、こういうふうに思い切って、こう迷いなく切れるっていうのが一個あると思います。はい、こういう耳周りだとか、襟足も後でやるんですけども、セニングで甘さを出しながら、なんかこう、パツッとした重いラインを残さないで、ちょっと短くするために毛先をぼかしながら短くしていって、でここでね、女性らしさっていうか、こう柔らかさを演出していきたいという意図があります。でここですね。なんでここももうブラントで耳完全に出しちゃうとこれができないので、甘さをどの辺にあるといいのかなっていうところ、やっぱこの顔周りとか襟足の肌に、肌との境目になるところに、こういうなんか軽さだったり、タワ感だったり、そういうのが来ると柔らかい印象になるんで、より女性っぽいショートになりやすいのかなと思います。はい、シェーバーで襟足のムダ毛、ここもね、どれぐらい落としたら、いらない毛流れの部分がなくなるのかっていうね、変な方向に行ってしまう毛の毛流れっていうのがあるんで、そこをリセットするために、まあ、シェーバーを使ったりもします。でこれサイドと一緒ですね。特にこう襟足、毛が密集してくるので、こうやってセニングでぼかしつつ短くして、はい。でこうアウトラインちょっとぼかした後にもう一気に乾かしちゃって、あとは全体の質感作りっていう感じになっていきますね。はい、ニュードライヤーに真っ黒クロスケのシールを貼っております。このドライヤーすごい、乾くのが早くてとても重宝しておりますね。リファのドライヤーです。はい、そしてドライカットに入っていきますね。でこういう毛先の細かいところ、ディティールとか、あとは質感、まあ、やっぱり短く、すごい短くするとその分髪のこう詰まりというか隙間がない状態にギュッてなるので、そのままの状態だと結構田舎の中学生みたいな雰囲気になってしまいがち。やっぱり髪の毛も、カラーしてなかったりね、こう重く見えちゃいますよね。日本人の場合割と黒髪の人が多いので、そういうのに見せないためにも
柔らかさが出るようにすいていきます。触りつつ集まってくるところを確かめながらやっていっております。で、浮きたくないところなんで、あんまり上に持ち上げないでやったり、逆にここのつむじのすぐ近く、ここはトップからちょっと束感が欲しいので、絶妙、微妙なこの頭の丸みの位置によって毛を持ち上げるのか、下げてますね、下げるのか変えたりしていってます。これも触りながらだったり、乾かしながらだったり、毛が集まる位置を感じていて、でドライヤー終わった瞬間によし、ここからすこうとか、こういう風にすこうっていうのをもう頭に入れながらね、ドライをしているので、すぐ行動に移せる、そういう感じですね。この鉢のところをすっきりさせたい。で、長く残した前髪のサイドのところも柔らかく流したい。トップですね、ここ固まってるところを隙間を作っていきたいですね、ここ。持ち上げてますね、ここは。ここはふんわりして動かしていいところなんで。はい、ちょっと後ろに引いて前髪、一番前が短くならないように後ろに引いて。はい、触って、ワックスつけた時に、これぐらいの、空気感だったりとか、隙間感だったりとかでいいのかを確認しながら。集まるところをしっかり予測して、触って溜まっているところ、そこを見極めてセンニングで空いてきております。はい、襟足から、バックのこの溜まるところですね、ここを、ブランドでもっと短くするという方法もあったんですが、ちょっとやっぱりそれだとメンズライクになりすぎちゃうのかなっていう、溜まり具合を生かして、しっかり奥深くすいてシュッとさせる、そういう感じの方がちょっと女性っぽいのかなっていう、ちょっと刈り上げっぽさが出すぎないようにちょっと長さを残して、あえてストローク長くできるように、こういうとことかもちょっと奥からセンニングを入れてます。ちょっと奥から、ちょっとだけ奥ですね、毛先っていうよりはこういうとこですね、はい、毛先っていうよりはちょっと奥からやって、毛流れが感じられるような感じ。はい、この肌にフィットするところ、余計な毛がないように、でも隙間もちゃんと作りながら、前髪も同様ですね。すごい大事ですよ、この辺は。ちゃんと落ちた位置で可愛くなってるか確認して、スライドカットで細かい調整をしていきます。はい、こうやって長く残してる方もね、流れを確認しながら。はい。で、襟足、溜まるところ。しっかり隙間入れたいところ、遠目に見て、確認していっております、はい、でここの潰れる場所はもう根元、1、2センチのところからですね、わざと短い毛を作って、こう毛を起こすようにして後ろの丸みを担保していくと、勝手に毛がふわっとしてくれるように、ここも入れすぎちゃダメなんですけども、潰れるところはしっかり入れると。どれぐらいでここら辺ですね、これはこのセンニングに持ち替えて、ちょっと中間の方から根元に行き過ぎないぐらい、こう道具をちゃんと用途に合わせて変えていってます。全部触ってやっぱね、毛がどういう風になってるのかっていう、そういうのを分かった上で調整していく。矯正していく面もあるんですけども、生かしていく面もある。その髪の特性をしっかり分かった上で道具を使っていくと。はい、これで終わりですね、カットは。襟足を払って無駄な、毛を処理します。はい。そして、モイバームですね。こちらのバームで仕上げていきます。バームを使うことによって、ワックスじゃないのでね、結構自然な仕上がりになるんですけども、それでもしっかり束感だったりとか、動き、それがしっかり出るっていうのが伝われば、ワックスじゃなくてもこんなにできるんだ。ということは、ワックスだとよりもっと自由度が高くできるんだ、だったり。こういうバームは自然なものなので、すごい使いやすい。どなたでも、チャレンジしやすいものになっておりますので、あんまりガチガチに固まらないので、やり直すのね、そんなに、大変じゃないので。
こんな感じでさっきやっぱりこう残して長さ残してるんで、こういう風に長さがあって束感が出て、こういう感じですね。はい、すっきり感と丸さ全部が出てくるような感じで、アウトラインはこう肌にしっかりこう馴染むようについてますんで、ギザギザの部分がね、肌との境界線に来てる、そういうのがいいかなと思いますね。はい、まあこんな感じですね。はい、フィニッシュ。はい、いかがでしょうか。もうね、比べてもしょうがないんですけども、まあたくさん切ったっていう感じですよね。はい、いやー、もうこんなにね、ベリーショートにするのはとても僕もやりがいがあって楽しくて、すごい最高の、カットができたなと思います。こんな風に、一気に切らしてくれるっていうことを任せてもらえるのがすごい美容師として嬉しかったです。ありがとうございます。こんな感じで、いろんな、カットの動画を出しておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価していただいて、他の動画もぜひご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。